はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日は懐かしい、そうだね、ホラーゲームね、やっていきたいと思います。タイトルは、ハイソン国際指定会1235になります。こちらのゲームね、もともとはフリーゲームだったんですけど、この度リマスター版っていうことで、スチームで配信が開始されました。で、リマスター版に伴って、新しいアイテムと、新しい敵とかが、登場したりとか、あとバランス調整がね、いくつかされてるとのことです。こちらのゲームね、ちょっと前にも話題になった、自分もね、ゲームの中に登場したりしたんですけど、プレイアブルモックアップのゲームを開発した727ノットハウンドさんが作ったゲームになります。あらすじとしては、とあるところに特殊な廃村があって、そこにはですね、1年に1回女の子が拉致られて、確か生贄にされるんだったかな。で、その儀式を防ぐ、あと女の子を救出するために、毎年特殊部隊のね、方々がこの村を訪れるんですよ。で、特殊部隊の方と女の子が協力して、この儀式を防ぐっていうのが、まあ最終的な目的になります。あとね、このハイソンなんだけど、プレイアブルモックアップと、そう、登場人物がね、リンクしてて、ちゃんとね、繋がってます。それじゃあやっていきましょうか。まず、プロローグ1年前。ハイソンに入りました。プロトコル、ポラリス、スタンバイします。村を閉じるまでもう誰も出れないわけだ。この仕事はやりたくなかったな。志願しておいてよく言うよ。付き合ってる女が昔、この村の化け物にひどい目に遭わされててな。俺がここを潰したぜって話になれば、あいつも少しは夜が怖くなくなるんじゃねえかと思って。何度村を閉じようが、来年にはまた出現する。毎年お前を採用しようか。どうせ付き合いの方があと1年も持たんよ。俺はそういうやつだ。一年持たない関係のために命を張るのか。よくわからんな。ガキが8人もいるお前にはわからんだろうが、だいたい年考えろ。師匠、救出対象に連絡可能になりました。お願いします。もう師匠じゃない、アンコウと呼べ、クリオネ。アンコウってコードネーム、変わったチョイスですよね。クリオネに言われたくない。脳規制システム作動。救出対象との接続を確認、聞こえるか。誰？国から派遣されているものだ。まともな人間だよ。君を助けに来た。聞いたか？まともな人間だそうだ。静かにしろ。彼女が怯える。聞こえねえよ。脳神経通話だぞ。どこにいるの？声だけ聞こえる。君が閉じ込められている村の中に入った。離れていても会話できるから、随時連絡を取り合おう。私がどこかわかる？君の見ているものは私たちも見ることができるんだ。君から見える壁の様子でどの家にいるかは判断する。人は誰もいないけど、人じゃないものがたくさんいる。気をつけて。わかった。ありがとう。その部屋の隔壁が開くまで君は安全だ。気をしっかり持って冷静に待っていてくれ。わかった。ありがとう。ありがとうって初めて人に言われた。俺は74年生きててまだ言われたことねえな。そういえばこの子は。OK、 プロトコル、ポラリス開始。廃村を探索、救出対象を回収して村を閉じる。お前らもし死んでも俺を襲うなよ。まともな人間ですんで大丈夫ですよ。オクトパス笑いすぎだ。気を引き締めろ。これがね、フリーゲームの時のあらすじ。で、1年後のね、現在のプロローグがあるみたい。これなんだ？だからまた廃村に入ったんだよね。1年経ったから。廃村に入りました。プロトコル、ポラリス、スタンバイします。緊張しますね。クラーケンが出てきた。新しい隊員が。クリオネとオクトパスは来る？志願しておいてよく言うよ。オクトパスには世話になってましたから、彼の後始末をするのは私しかいないかと。オクトパス今回出てこないみたいですね、これ。頑張ります。
あいつ女癖が悪いだけだと思っていたのに。ハイソンは毎年出現する。これからオクトパスの代わりに毎年呼ぶことになるぞ。構いません。去年オクトパスはハイソンを閉じた時何か言ってましたか？笑ってたよ。笑って俺を売って人工魔女を召喚してな。トラックはすべて破壊された。あれか。ここのお話はフリーソフト版のあのエンディングを見てもらえばわかります。あの概要欄の方にね、あの URL 貼っとくんで、ぜひともちょっと見てみてください。あれ人工魔女召喚したんだ。オクトパス裏切ったんだ。なぜハイソンから助けた女の子を奪っていったんでしょう。なんで私たちを裏切る必要が。あの子拉致られたんだ。で、クラーケンは女性だね。女性。あたしって言ってるから。アンコを救出対象に連絡可能になりました。お願いします。クリオネは生きてた。ありがとう。クラーケン、気持ちを切り替えておけ。精神安定剤出しておきますよ。そうだな。飲んでおけ。脳規制システム作動。救出対象との接続を確認。聞こえるか。誰？国から派遣されているものだ。まともな人間だよ。君を助けに来た。この子、ウィンチェスターズが作った。何でしたっけ？また知らないあの単語が出てきた。ウィンチェスターズ。人工魔女、アビキュ。必ず廃村にさらわれるように作られた。今回さらわれたのは人工魔女みたい。そういうことか。一般の女の子がさらわれないように人工魔女を代わりに作ってさらわれるように仕向けてるんだ。人工魔女とかはね、あのプレイアブルモックアップとかに出てくるんで、気になった方はね、あのそちら見てみてください。そっちもちょっとあの概要に貼っときます。おかげで一般の子供がさらわれずに済んでるんですよね。どこにいるの？声だけ聞こえる。君が閉じ込められている村の中に入った。離れていても会話できるから随時連絡を取り合おう。私がどこかわかる？君の見ているものは私たちも見ることができるんだ。君から見える壁の様子でどの家にいるかは判断する。人は誰もいないけど人じゃないものがたくさんいる。気をつけて。わかった、ありがとう。その部屋の隔壁が開くまで君は安全だ。気をしっかり持って冷静に待っていてくれ。わかった、ありがとう。ありがとうって初めて人に言われた。なんだか悲しいですね。ウィンチェスターズの施設暮らしらしいですが、人間らしい暮らしをさせてあげるんでしょうか。そんなわけがない。だから電車みたいな、テロリストが反発している。オクトパスは連中のスパイだった。そう、オクトパスがね、所属してたのはテロリスト組織だったの。OK、プロトコル、ポラリス開始。ハイソンは探索救出対象を回収して村を閉じる。クリオネ、クラーケン、集中しろ。半分は演習だが、会議は本物だ。はい、再ハイソンが出現するまで必ず慣れます。肩の力を抜け、実績を買って採用した。すでに十分な能力はあるはずだ。これが、あの出来事だったみたい。これは現在の状態で遊べるんですかね。実はね、このゲームね、今スイッチ版で開発されてるんですけど、このね、スチーム版が前日探っていうお話みたいなんですよ。それじゃあちょっとやってみましょうか。はい。なんだこれ。これそういうことか。目標とか難易度が設けられてるみたい。そう、確かね、フリーソフト版は難易度設定はいくつか選択できたんじゃなかったっけ。でも、ここまで多くなかった。あとあれだ。あのね、カスタマイズ機能が実はね、追加されてるんですよ。私ハイソンって言って、これ選択すると、そう、好きなようにね、設定できて挑戦することができるんですね。だからね、リプレイ性もあるゲームなんだけど、初心者の人でも遊べるように設計されてるんですよ。はい。とりあえず今回は、
もうちょっとリハビリも兼ねてもだし、このゲーム見る初めての人もいると思うから、これでいこうか。支配層。懐かしいなぁ。いや、これね、マジ面白いからね。みんなもちょっと、気になったら買ってみて。待って。あんこを、どこだっけ？タブか。タブで切り替え。あんこをクリオね、クラーケンだ。つまり、このリマスター版は、フリーソフト版から1年後の話だ。で、さらにスイッチ版は、その先の話になるみたい。だから今回新要素が増えてるんだね。新しい、敵が増えたり、新しいアイテムが増えたりとか。これが女の子の視点。今、幽閉されてんですよね。まあ、人工魔女。この赤い部分がクリア条件。少女を助けて、巨人の、まあ、意外かな。意外をすべて焼き払え。で、焼き払うためには、さっき、女の子が持ってたこのろうそくが必要なんですよ。で、これがマップ。どっかに女の子がいます。で、必要なアイテムもここら辺にあるといった感じですかね。それじゃあやっていきましょうか。まずね、これ外出て、ゲームとしてはね、ちょっとこれ隅に置いとこうか、隊員。ゲームとしては、あ、制限時間あんね。そうだね。RTS と FPS が、そうですね。交わってるシステムになってます。交わってる。まあ、混ざってるね。システム。で、まずここ入ろうか。うわー、いた！こいつまだ復活してないね。ガソリン取って。スコップないのけ？うわー、クソ、まずいな。修理資材あった。多分ね、こいつら復活しないと思います。チュートリアルの難易度なんで。今これ修理しといて。よし、急げ。アイテム取って。そう、発電機をね、動かさないといけないんだけど、発電機を動かすためには修理とか、をしないといけないの。これ取って。隊員は、一人、二個までしか持てない。で、別の部屋、別の家行く。切り替え。まだ終わってないね。リアルタイムで進んでるんで、切り替え中も。なんだこれ？持ってると、滞在中の家の鍵が出現しにくくなる。マジ？これが例の変わったアイテムか。あ、やばい。来るな、これ。これなんだ？わからん。家としては狭いな。あ、待って。終わったよね。あ、ガソリン入れようか。はい。あ、動いた発電機。これが動いたことによって、これ何の意味があったんだっけ？開いた。開いた通過。あ、チュートリアル。家の中で足跡を見つけた場合、隠し部屋の近くまで続いてます。途中で少し途切れたり、足跡がないこともたまにあります。そうだった。隠し通路をね、開けるため。あ、いたいたいた。もう早速当たり引いたやん。はい。女の子解放ですね。これで。そうそうそう。こんな感じ。隠し扉を開けるために発電機をつける必要があります。で、これちょっと女の子隠しといて。もうあとは、ガソリンとスコップかな。を見つけるだけだ。ここに隠れてれば、ある程度見つかりません。まあ、見つかる時もあるんだけど。やば、やば。このね、赤い血が点々としてる先には行かないように。しないといけない。じゃないと死にます。捕まって。これどうすっかな。ああ、ガチ怖い。オッケー。あった。オッケー。
15分しかないから急がんと。ここはこんだけっぽいね。ちなみにね、外に放置してるのは、ちょっとね、実はフリーゲーム版って、自分、4時間ぐらいかかったんですよ。3時間から4時間ぐらい。その時に編み出したね、技です。外に設置してると、意外とね、捕まりにくいの、敵に。あれ、スコップじゃないっけ？もう発電機はいらないんだよね。あれ？発電する必要あったっけ？ちょっと覚えてねえな。どうだったっけ？隠し扉の先にキーアイテムがあるんだったっけ？ちょっとまあ、修理だけはしていこう。ちょびちょび。あった、シャベル。シャベルは普通に置いてありましたね。これなんだ？シフ液。意外か、発電機に使用すると処理時間が短縮される。あ、マジ？じゃあ、これどう置いていくんだっけ？あ、置けた。よし。あ、ほんと？置いて。行こう。どこにあるっけ？意外は。意外ね。どこだ？あ、死んだ！あ、いた！捕まった！誰？クリオネ死んだ！あ、いた！捕まっちゃった。あ、意外あった。じゃあ喋る。シフ液は？あ、シフ液かけた。あ、確かに短縮された。あ、いた！死んだ。ごめん。ごめん、死んじゃった、早速。意外を燃やすにはガソリンが必要なんで、ガソリンを取りに行こう。マジか。あ、やばい、来てる。ガソリンこんなか。大丈夫か。すまんな。やばい、早速死んだ。あれ、ちょっとさ、AI 良くなってない？前はあれやってね、クリアできたんだけどね。ちょっともうこれは、あ、これ意外ね、ちなみに。これで一旦離れましょうか。オッケー。来た？オッケー。ちょっと喋る置いて。じゃあオクトパスでガソリンを撒きます。せい、撒いた。これであとは燃やすだけだから、女の子を呼んで行くと。多分ね、今回以外は1個だけだから。受胎設置って何？受胎が必要？待って。どういうこと？新しい要素増えてる？まずいな。来んなよ。見えないんだよね、ちなみに。外を徘徊してるこいつ。これ？受胎？違う。受胎って何？隠し扉の中にあるんですかね？もしかして、受胎。ガソリン。火はつけられない。なんだ？あ、ちょっと待って、チェックして。オッケー。バレてない、まだ。ちょっと待って、受胎って外にある？まさか。ちょっと、来るか？危ない。よし。危ない！足音聞きつけてくんだっけ、こいつ。入って。バレんなよ。バレんなよ、クラーケン。修理キットは？シフ液あった。シフ液。やばい。あれ？
倒せんだっけ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 、やばい。倒した。よかったよかった。強いんですよ。ちなみに現れた敵っていうのは、皆さん。これ、受胎。受胎って何？ちょっと待って。一旦入って、女の子出して、あれが受胎かもしれないから、ちょっと、行く。うん。あれ？隠れてる場所どこだっけ？あの人が、あ、そこか。一応ね、わかるようにはなってる。え？受胎ってウサちゃん？これ？違う。受胎って何？受胎って何？受胎ってあったっけ？え？ダメだ、ちょっとあの修理しよう。隠れたいの。隠れたいの。隠れてる。あ、まずいまずいまずい。時間がもうない。あと3分やん。よく見たら。大丈夫？壊れた鳥？それはわかんだけど。え、受胎って何？これ？あ、違う、死んでる。あれか。死んでるマークか。これ持っとこうか。はい。竜爪？言い方があれだけど。終わった。で、隠し通路。もうあれだね。喋る置いとこう。一個だけだから。はい。あ、これか、受胎。あ、思い出した。思い出した。あったあった、受胎って。うん。何のこっちゃって思ってたけど。あ、やばいやばい。受胎配置して。そう、これと一緒にね、燃やしてあげないといけんかったの。確か。で、これで女の子が役に立つと。いやいやいや、待て待て。来てんな。あと2分切りそう。うわ、上行ってるし。よし。じゃあ、燃えろ。よし、終わった。終わったー。これどうなった？あー、来た来た、助けに。0時0分、救助を確認。敗損。これでクリア。ですね。再配損に備えよ。配損が閉じました。グラス。コントローラー。練習にはちょうどいい具合か。配損の生産技術はフォトジェニックマインドを元にしています。え？配損ってフォトジェニックマインドから作られてんの？フォトジェニックマインドはプレイアブルモックアップの続編ですね。あの異質な世界が元であの配損は作られてるみたい。つまり元々あったものではなかったってことですよね、これ。この実験は、あるいはフォトジェニックマインドの安定化につながるかもしれません。プレイアブルモックアップ計画は全て終えたか。A、被験者は例外1名を除いて死亡、あるいは処理、施設ごと全ての痕跡を消しました。1名の生存者っていうのはジェニファーのことですよね。だいぶ金と人命を使った。平気なわけじゃない。わかるな。必ずフォトジェニックマインドを成功させます。再配損を乗り越えるためにも、そして落ちてくる新アメリカ大陸を迎え撃つためにも、
我々は強くならねばならない。人間は強くなるしか脳がないんだよ。この言葉の意味を理解しなければ終わりだ。はい、ということで、本日はですね、新しいリマスター版の配信が出たということでやらせていただいたんですけど、今回は新たなストーリーと、あとまあ一部の新アイテムですかね。新敵はね、ちょっと確認できなかったんですけど、まあそういったところを、見ることができたんで、本日はここまでとさせていただきます。ここから物語はスイッチ版で出る再配送につながっていくわけみたいです。どういった、要素とかね、が再配送の方は追加されてたりしてるか。またね、どういった感じの物語の展開がされていくか楽しみですね。そしてこちらの残りの難易度については、まあ次回動画で撮るか、もしくは生放送で、そうだね、チャレンジしていければいいかと思うので、ちょっと時間ができたらね、やっていきたいと思います。もしね、動画とか生放送があった時は、ぜひとも見てやってください。多分発狂してます。もしね、この動画見て気になったって思った方は、ぜひとも購入して自分でも遊んでみるのもいいかと思います。お値段の方はワンコインです。500円。で、今、発売最初のセール中で、400円で購入できます。それでは、島津のスチーム版の配信になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。